もしもし、真田です。何度名乗ろうと構わんではないか。そんなことより、チョコレートの件だ。随分と贅沢なものをもらったように思うのだが。いや、高級だとかそういう話ではない。うまくは言えんのだが、和の風情といい、俺の好みを考えてくれているというか。当たり前？そうなのか。さすがだな。ありがとう。大事にいただくとする。では切るぞ。おやすみ。